いない子荒野のようだその住宅街に来て俺は一番にそう思った新興住宅地として開発されて10年以上経つらしいが家はポツポツとしか建っておらず整備されて白茶けた土地ばかりが見渡す限り広がっているそんな中 例えば池の主の大なまずみたいにひときわ大きい屋敷が目を引いていた2階建てのがっしりした洋風の造り広そうな庭敷地の外側を2メートル以上ある新緑色の植え込みが塀代わりに囲いそれが途切れた場所には石積みの門と両開きの立派な門扉がついている。 この家です。俺と大して年齢の変わらなそうな不動産屋の社員がその主の屋敷の隣の家を指さしたあこっちかそりゃそうだよな対照的にこじんまりとしたプレハブ風の2階建ての家を俺は見つめた四角い屋根と薄いクリーム色の壁が夕日を浴びてオレンジ色に染まっている もっとも大学生の男が一人で住むにはこれでも過ぎた物件だ。この建物は一応うちの会社の社員寮として使ってますので最低限の家具は揃っています。今は誰も住んでおりません。若い社員がその家の茶色っぽいアルミの門扉を開けながら言う。住んでないのなんで 俺が尋ねると社員は答えにくそうに頭をかいたこう言ってはなんですが車がないと不便なもので駅までかなり距離があるので自転車でもちょっと坂も多いですしね今乗ってきたバスは1時間に1本しか通っていませんしああ通学の際はお気をつけください午前中は毎回15分発です OK そう住民が増えればバスも増えるんでしょうがそれがなかなかそんなことでこの建物は今までもあまり使用されていないんですよ社員は家の鍵を開けドアのノブを回した扉が開くと腰ほどの低さの小さい靴箱と無機質な白い壁が目に入る。 実に殺風景だが風通しはしてあるのかこもった空気でもない申し訳ありませんがしばらくの間川本様にはここで生活していただくことにああ別に構わないっすよどうせ一週間だけだし俺は室内をキョロキョロ見回しつつ答えたこの春俺は晴れて大学に合格し通学することになった 実家からは遠い大学だったので、学校に近い沿線のアパートを借りて一人暮らしをする予定でいた。ところが、俺が住む部屋の前の住人が引っ越すのはあと一週間後だという。不動産屋の手違いだ。直前になってこのことがわかり、しかし大学は明日から始まってしまうので、部屋が空くまでの期間、俺は別の手近な場所で暮らすことになったのだ。 ガスもも電気も通っています室内は昼間のうちに社の者が掃除しておきましたそれから余分に発生する交通費なども当社で負担いたしますのでひたすら腰を低くしながら若い社員は家の鍵を俺に渡した一人になった俺は早速家に上がった 当面の着替えなどが入ったカバンを床に下ろし部屋を見て回る話の通り必要なものは過不足なく揃っていた1階のリビング風の洋間にはソファーとテレビがあり風呂の脱衣所には洗濯機があった台所には食卓と冷蔵庫と食事はコンビニ弁当で済ますつもりだが小型の炊飯器も置いてある 窓には全て目隠しになる厚手のカーテンがかかっていたでどれも全然傷んでないな新品とまではいかないにしろ家具も電化製品もさほど使った形跡がない部屋自体も小切れな感じだった階段を上って2階に行くと3部屋あって こちらはどの部屋もがらんとしていたんだがそのうちの一部屋にパイプベッドが1台あったまだ新しそうな布団も敷いてある「もったいないな使ってないなら俺こっちに住みたいよ」「まあバスが1時間に1本だけっていうのはちょっとネックだけどな」などと俺は独り言を言いそれなりに気にも言っていたのだ。 この家を、はじめのうちは、明日の入学式に備え、俺はその日は早々と夜の11時過ぎに寝ることにした。二階のベッドのある洋間を使う。布団に入り、うとうとしだした頃、俺は車のクラクションの音で現実に引き戻された。ファーン と軽くクラクラションが一回家のすぐ近くで鳴り車のドアが閉まる音がした続いて門扉が開き閉まる金属音何やら人の話し声そして家のドアが閉まる音俺が寝る部屋は隣の例のあの大きい屋敷に面していた。 家人が帰ってきたんだろう。しかし夜中にクラクションはよしてほしいものだ俺は目を開けることなく寝返りを打った再びうとうとした時別の車のエンジン音が通りで聞こえたまた隣の屋敷の前で止まったようだ 車のドアが閉まる音がして先ほどと同様に門扉が開く気配があったそして人の話し声すぐに声が小さくなり家のドアが閉まる音俺は目を開け窓を見た暗い部屋の中で閉めたカーテン越しの月明かりが窓を明るく浮かび上がらせていた 今日は満月だろうか。もちろん外の様子は見えない。そうしているうちにまた別の車のエンジン音が近づいてきた。隣で止まり、と思うとゆっくりと方向を変えるようなタイヤがアスファルトを踏む音。また止まって、またエンジンを吹かして、車の位置を動かす音。 どうも車庫入れに手間取っているようだ。自分の家のガレージだろうと思いながら俺は起き上がりカーテンの端を少し開けた。やはり満月だ。まぶしいくらいの白い月が黒い空で照っていた。しかしガレージも隣の屋敷の玄関もその位置からは見えなかった。 ただ、隣の家の側面の壁の1階部分で塀代わりの植木の隙間から窓明かりがちらちらと光るだけだった。じきに無事に車庫入れが済んだのか、車のドアが閉まる音がした。門扉の鉄がすれる金属音、そして人の声。よく聞くと、それなりに年齢のいった男たちの声のようだ。 思えば先に家に入った二人もそうだった気がするそんなことを思っているうちに玄関のドアが閉まった後には静寂俺は窓を開けてみた俺がいる家と隣の屋敷の他はこの近所には家がない黒い夜空に空き地がさらに黒く沈んで見えた とても静かだった。どこからも何も聞こえない俺は何か違和感を感じつつも窓を閉めたその後も俺は眠ろうとしたが小一時間ほどベッドで寝返りを打つだけに終わったすっかり目が冴えてしまったようだ仕方なしに起き上がる だいたい昨日まで夜更かししてて急に早く寝れるわけないか地元離れるからって友達と徹夜で騒いでばっかりいたもんな俺は1階におり寝巻き代わりのジャージのまま靴を履いた確かバス停の近くにコンビニが1軒あったはず歩いて56分だろう 散歩がてらにぶらぶら歩くつもりで俺は玄関を出た門を出たところで俺はついつい隣の屋敷のガレージに目をやった家に比例して余裕で五六台は入りそうなやったらと大きいガレージだった植え込みの外側に沿ってコンクリートの土台が伸びアルミの骨組みの屋根がついている 家に対して直角の形で車が入る形だちょうど街灯の下にあってその付近だけ特に明るかったそこには4台の車が止まっていたそういえば俺が夕方ここに来た時には赤い車が1台あった気がするあの定俺から一番奥に見える場所にはスポーツカータイプの赤い車が止まっていた うん、俺はそれよりも一番手前にあった白いセダンに目を止めた左の側面にこすったような幅10センチほどの黒い跡がついていたのださっき車庫入れに手間取っていたのはこの車だろうかそしてその跡のすぐ下の部分には別の傷がついていた 俺はその傷が気になって近寄ってみた。釘でひっかいたような細い線で英語の文字が書いてあった。「ヘルプ」と。通行人がいたずらでもしたのだろうか。気になりながらも俺はそのままコンビニに足を伸ばした。 軽く雑誌を見てからペットボトルのスポーツドリンクを買い月明かりと街灯を頼りに元来た道を戻る再び隣の屋敷のガレージが目に入った時おやと俺は思った車が2台に減ってた残っているのは一番奥の赤いスポーツカーと手前の白いセダンだけまた出かけたのだろうか さっきコンビニを出る際に時計を見たらもう午前一時近かったが、あれ俺は今度は軽く声を出した。白いセダンに先ほど見たはずのヘルプの文字が見当たらなかったのだ。違う車のはずはない。傷の上にあった黒い跡はちゃんとついているのだから。俺は首をひねっているとき、 隣の屋敷の玄関が開く音がして、話し声が流れてきた。そういえばさ、この前の子、なんでいなかったんだい俺は反射的にガレージから離れ、自分の住みかに足を向けた。門扉の取っ手に指をかけ、見るともなく振り返る。 40代くらいのスーツ姿のサラリーマン風の男が隣の家の門から通りに出たところだった敷地内にはもう一人男がいるのが見える今日は風ですね内側に開いた門扉に寄りかかるように中の男が無表情に答えた30代前後だろうか 丸刈りに近い髪型で少々派手なシャツを着ている人相も悪く言うなればチンピラ風だったそうかならしょうがないねスーツの男が言いながらこちらに顔を向けたそこで俺の存在に気づく目があった 男は一瞬なぜか怯えたような表情をし、さっと目をそらした。例の白いセダンにそそくさと乗り込む。家の人間じゃなく、客だったのかな先に亡くなってた車も、客のだったのか急発進して去っていく車のテールランプを眺めつつ、俺はそんなことを考えた。 それからふと視線を感じ隣の屋敷の方を再び見るするとチンピラ風の男がまだ門のそばに立っていたかなり鋭い威嚇するような目つきで俺の方を睨んでたうわなんだよ俺は驚いてというかビビって体を固くした男はいかにもいまいましげな表情で だが、そのまま無言で門扉を閉めた。男の姿が消え、俺は胸を撫で下ろした。が、ちょっと悔しい。なんで俺がビビらなきゃならないんだ俺はかなりささやかな抵抗として、名前を確かめようと隣の屋敷の表札を探した。だが、門中にもどこにも表札はついていなかった。 なんかいろいろ変な感じだな。俺はすっきりしない気分で家に入った。ようやく眠りについた俺が次に目を覚ましたのは寒さのせいだった。厚手の掛け布団を使ってはいるのだがやたらと寒気がして仕方がなかった。この土地は春先だと朝晩はこんなに冷え込むのだろうか。 しまいには寝ていられなくなり、俺は起き出して部屋の明かりをつけた。まだ外は暗かった。ベッドの脇に置いていた携帯電話で時間を見る。午前2時。毛布ぐらいあるかな。その部屋には引き戸の押し入れがあった。俺は取っ手に手をかけた。 少し重めの扉を力を込めて開ける。ぽっかり開いた薄暗い空間の中には毛布が数枚きれいに畳んで重ねてあった。助かった。俺は一枚の毛布を広げ明かりを消しベッドに戻った。毛布にくるまってその上から掛け布団をかけて身を縮めた。 しかしまだ寒かった異常なぐらいにもう一枚毛布を足そうかと俺は布団から顔を出したその時だった俺はさっき窓だけ閉めてカーテンを閉めるのを忘れたんだろうかカーテンの端が10センチほど開いていてその向こうにギラリと光るものがあることに気づいた はじめは何かわからず、俺はそちらを凝視した。そして息を飲んだ。窓ガラスの下の方に、いびつな丸い影があった。人間の頭だ。目から上だけの部分が、月明かりにシルエットとなって見えているのだ。そこから株は壁の向こうに隠れている。 光っていたのはカーテンの隙間から覗いた片目の白目の部分だった泥棒かいやむしろ泥棒であってほしかったじきにその人影はゆっくりと上に向かって移動しだしたすーっとやけにスムーズな動きで垂直に上昇し始めたカーテンの隙間の分だけガラス越しに直にその姿が見える 白っぽい前髪、弾力の感じられない肌色の皮膚、ところどころ汚れた毛羽立ったようなボロボロの服、月明かりの逆光で黒く見えるにもかかわらず、それはかすかに透けてた。<laughs> <laughs> この世のものではない。俺はそう直感した。影は上昇し続け、ついには全身が見えるに至った。 1>, って1メートルほどの大きさの窓の中に頭からつま先までがすっぽりと収まったつまりは小さいおそらく子供のようだったそこまで行くと影は止まり今度は同じように滑らかに下に向かって移動を始めた俺は声も出せずその影をその片方だけの目を見てた 輪郭ははっきりとしない。ぼんやりと薄青い瞳どこも見ていない生きていないしかし確かに俺の方を向いているその目が窓の下側の山に近づくまで加工すると影は一旦動くのをやめまた上昇を始めたそして全身を見せる位置まで登りまた加工する。 それを音もなく繰り返す。時々頭を窓の方に寄せながら、何かを確かめるように窓に額をこすりつけながら、こっちに入ろうとしているのだ。そう悟った時、俺の中で恐怖が爆発した。うわー俺は悲鳴ともつかない叫びをあげた。 逃げようとしたが手だけバタバタさせるばかりで体が動かない。金縛りというよりは多分腰が抜けたのだろう。<laughs> 入ってくれな俺は布団を頭からかぶり気づく目を閉じた。<laughs> いつの間に俺は寝入ったんだろう。気づくと夜が明けてた。 あんなに寒かったはずが汗びっしょりだったあれは悪い夢だったんだろうか明るいうちはそうも思えた俺は大学の入学式に出席しその後は面白そうなサークルがないか見て回り親しくなった同じ学科のやつらと飯を食いに行きその先でノリでナンパイをして失敗しと 一見早速学生生活を謳歌し始めたが必要以上にバカ騒ぎをしている自分に気づいてもいた恐怖を追い出したかったのだできるだけ帰る時間を遅らせあの家にいる時間を短くしたいという気持ちもあった結局俺は夜中の12時近くの最終のバスに乗り逆に後悔した 真っ暗になったあの家に帰る方が恐ろしいというものだ。バスを降りて五六分歩くと、あの無味乾燥な四角い屋根が見えた。よし。俺は覚悟を決めて玄関のドアを開け、一階の廊下と部屋のすべての電気を一気につけて回った。そして最後に階段の電気をつける。 俺は階段を見上げ、一瞬ためらった。が、ほとんどやけくそで駆け上がった。なるべく周囲を見ないようにして、俺は昨夜の部屋に飛び込んだ。明かりをつけて、真っ先にベッドに向かい、掛け布団と枕をひっつかむ。俺はそのまま身を翻し、出口に走ろうとした。だが、その途端、ベッドの脇に落ちていた布団に足を取られて、つんのめった。うわっ バランスを崩し、俺はとっさに壁に手をついて体を支えた。枕を落としたものの、転ぶのは回避できた。が、手をついた場所は運悪く、例の窓のそばだった。カーテンが軽く俺の顔に触れる。な、<laughs> 情けなくも声を上げた。俺は慌てて後ろに飛びのいた。 俺が暴れたせいでカーテンが揺れたのがすぐに収まる。カーテンは昨夜のままの少し端が開いた状態だ。俺は掛け布団を握りしめしばらく窓と対峙した。それから思い切ってカーテンに手を伸ばした。シャッと鋭い音を立ててカーテンが開く。果たして窓の向こうには 昨日のような影はなかった俺は大きく安堵の息を吐いたがそれも一瞬のこと俺は気づいてしまった窓ガラスが汚れていることに泥が乾いたような白っぽい汚れがガラス全体に無数についていた一つ一つは小さい細かいもので 例えて言うなら土のついた紙をこすりつけたような感じだ。触ると手は汚れない。窓の外側に付着しているのだ。昨夜窓を開けた時にはこんなものなかったよな。一瞬嫌な気分になるがすぐに考え直す。昼の間に この住宅地の付近にだけ雨が降ったのかもしれない。鳥でも来て汚したのかもしれない。その時、俺は窓の下の方についているある汚れに目を止めた。他のものと違って、それだけが何かの形になっているようだった。顔を近づけてよく見ると、それは英語の文字だった。 正確には逆さまの状態だ。いわゆる鏡文字で、ヘルプと書いてあった。俺は少しの間、ぼんやりとそれを眺めていた。次の瞬間、弾かれたように部屋を飛び出した。なぜ鏡文字なのか、答えは簡単だ。 窓の外から普通に書けば、室内から見れば鏡文字になる。俺は階段を駆け下り、一階のリビングに入るとすぐさまドアを閉めた。俺は今日からここで寝るぞ妙に興奮して、結局のところ動揺して俺はそうわめき、持ってきた掛け布団をソファーに投げつけた。枕なんかなくだってな、これで、これで枕になるんだからな。ほらな。 ソファーにまばらに置いてあった4個のクッションを1個で十分なのに無意味に全部かき集める。今日もあれが出るとは限らないけど、だけど俺は二度と2階には近づかない。息を荒げつつ、俺はそう心に誓った。その後、ビクビクしながら風呂に入り、俺がソファーに横になったのは午前の1時半頃だった。 家中の電気をつけたままで、俺はなんとか眠ろうと目をつぶった。外からはまた車の止まる音が聞こえていた。一言二言と会話をする声、そして玄関のドアが閉まる音。それが何度か続いた。無論、隣の屋敷だ。まったく客の多い家だ。しかし、 今となっては人の気配がありがたかった俺は少し安心して眠りに落ちていった何かが頭の隅に引っかかりながらもどこだろうここは俺はとても暗い場所に立っていた窓もなく電灯もないただ 少し上の方から横に一直線の形で外の明かりが漏れ入っている。あれはドアの隙間だろうか。そうだ、ドアの下の部分だ。よくよく見ると、うっすらと扉の形がわかるではないか。そこで俺は視線を感じた。ドアとは反対側に振り向くと、離れた場所に一人の子供が立っていた。 暗がりの中、なぜか様子が見て取れる白っぽい短い髪はどうも金髪のようだったやたら体の細い白人の少年だ七、八歳だろうかその薄青い瞳はどこかで見覚えがあったシャツと半ズボン姿だが服もそして裸足の足も 土か何かで茶色く汚れていたその子供は俺に何かを言っていたが何を言っているのかわからないそれが日本語ではないせいなのかそれとも違う理由なのか多分両方だろう何かとても遠い違う空間にいるような感じがした それでもその子は懸命に口を動かし何かを訴えていた。そして不意に膝をつき座り込んだ。手のひらで地面を叩く。そこには背の低い植物がいくつか生えている。俺はふと思う。ここは外だろうか、室内だろうか。 壁に囲まれているような圧迫感があり、室内のような気がしていたが、植物が生えているのなら屋外なのだろうか。なるほど。確かに足元は土の地面で床やコンクリートではなかった。そこから小さな草が生えているのだ。風もないのに草は揺れていた。妙な揺れ方だった。 なめらかさのないぎこちない動き関節でもあってそこから曲がるように動くやけに厚ぼったい草でその先端には丸みがあるん草ではない俺はやっと気がついたあれは指だいくつもの小さな手が土の中から突き出ているのだ その時差し込んでいた光が突然大きくなった。ドアが開いたのだ。俺は背後を振り返る。ドアのすぐ向かいには壁があり、その上の方に窓が見えた。窓ガラスの向こうには明るい屋外の景色があった。生い茂った新緑色の木々と白っぽい四角い屋根、そして 抜けるような眩しい青い空。俺はそこで目を覚ました。夢だったのか。思う間もなく、なぜ目が覚めたのか理解する。物音がしていた。コンコンと、ガラスを叩くような音が、いつの間にか断続的に聞こえていた。 そう大きな音ではない。どこか離れた場所で鳴っている。つけっぱなしの明かりのもと、俺はテレビの上の置き時計に目をやった。午前2時。あたりを警戒するように俺はゆっくりと体を起こした。耳をすますと、音はどうも階段の上、2階の部屋から来ているようだった。 すると突然、ゴンゴンと、音が大きくなった。俺は昨夜の影が窓ガラスに頭を打ち当てる様子を想像した。次第に音は、ゴンゴンと、今にもガラスを破らんばかりに重く鈍く響き出し、やがては窓全体を震わせた。ついには窓の酸がきしみ始める。 俺は恐怖に耐えかねて玄関に走った。外の方が安全な気がしたのだ。門の外に出た俺は真っ先に家を見上げて2階の例の窓を確かめた。その位置からだと窓のある壁は垂直ギリギリの状態で見えた。明かりのついた窓の手前に黒くとどまる霧のような影があった。 月明かりに少し透けた小さい塊。灰色の顔がこちらを向く。気づかれたそう思った瞬間、影は俺の目の前にいた。俺の目の高さに顔があった。バサバサとした藁のような白い髪。正気のない皮膚。焦点の合ってない薄青い目。 裸足の足は宙に浮いている。うわー俺はキビを返す。家の前の道路を横切ろうとしたが、影が素早く俺の前に滑り込んで立ちふさがる。俺は向きを変えて空き地に逃げようとするが、また影が割り込む。よ、よしてくれ俺が何をしたって言うんだ俺は身をよじり、隣の屋敷に向かって走り出した。 影は俺の後ろにぴったりと沿うようにして追ってくる。俺は発狂寸前で隣の家の門扉を開け玄関のドアに飛びついた。取っ手をガチャガチャやるがドアは開かない。鍵がかかっているのだ。が、その時ドアの向こうでカチリと鍵を外す音がした。隣人が気づいたのか、とにかく俺はドアを開け屋敷の中に飛び込んだ。 そこには俺が無意識に輸送していたものがなかったすなわち靴箱家人の靴家に上がる段差何よりも鍵を開けた人間の姿玄関から廊下二階への階段にかけ床全体に赤い絨毯が敷かれていた どうやら店かホテルのように土足で上がる形式らしい。やけに静まり返っていて人の気配がない。一階の天井から突き出た三個の正方形の照明が玄関の正面にまっすぐ伸びる。少し長めの廊下を照らしていた。廊下の片方の壁にはいくつかの窓。もう一方の壁にはいくつかの扉。 その中で一番手前の扉だけが開いていたそこから昨日会ったあのチンピラ風の男が憤怒の表情で出てきたあた助けてくれ俺が言うより早く男は怒鳴ったてめえどうやって入ってきたんだ鍵がかかってただろうそんなことは知らない誰かが開けたんだろうこっちはそれどころではない この男には俺の背後の影が見えていないのだろうか。何のつもりだああここが何をやっているところか知ってて入り込んだのか男が俺のムラグラを掴む。その時、俺の背後が突然ひんやりとした。氷のように冷たい。小さい指。あの夢で見た草の指のような。が、俺の背中をぺったりと触る。 白い髪が視界の端に入った。うわ、うわ、うわ。俺は男を押しのけ、屋敷の奥に走った。廊下を走り抜け、だがすぐに行き止まり、目の前は壁、右に扉、左に窓。俺は逃げ場を探して窓の外を見上げた。塀代わりの植え込みの上に、俺が今住んでいる家の2階の部分が見えた。 ちょうどベッドのある部屋の例の窓の少し上あたりだ。月明かりに浮かぶその四角い屋根に俺はあっと思った。それは先ほど夢で見た屋根だった。ただし夢よりは低い場所にある。夢と同じ高さにしようとすると、俺は右の壁、廊下の一番奥にある扉に目をはわせた。 ノブに手を伸ばす天命何する気だ追ってきた男が言うと同時にドアの向こうでカチンとまた音が鳴った施錠を外す音のようななんで男がぎょっとした表情で足を止める俺はノブを回したドアを開けると暗がりの中短い階段が下に向かって伸びていた その先にはまた扉が一つ。俺は何か使命感に駆られてその階段を降り扉に近づいた。見たび中から鍵が外れる音がした。中には誰もいないはずだ。いるはずがない。俺の後方で男がうめく。俺は扉を開けた。 と乾いた音を立てて扉は開いた廊下から漏れた光が地面を照らしたそこは土間になっていたというか正確には床を剥がしてあって下の土がむき出しになっていた部屋の隅にはわずかに床板が残っているそして土の表面には細い 白っぽい棒状のものがところどころに散らばっていた近寄らなくても俺はそれが何なのか知ってたネズミが食い散らかしたものだろうかとても小さい大人のものではない人間の骨何に挑んだ俺は声を絞り出した 先ほどまでの恐怖が怒りに変わっていた。何人殺したんだ俺は振り返り男を睨んだ。俺、俺がやったんじゃない。それに埋まっているのは外人のガキ一人だけのはず。じゃあお前掘り起こしてみろよ一人のもんかよ俺は怒りに震えて叫んだ。男は顔色を失った。 その背後には他の部屋にいたらしい中年の男が三人たち、何事かとこちらの部屋を覗いていた。いつの間にか影は姿を消していた。廊下の窓から四角い屋根と遠くの空が見えていた。ちょうどあの夢で見た角度で。どうして俺は気づかなかったんだろう。 あの影は、少年は、決して俺の住む家の中には出なかった。そう、いつも外から、隣の屋敷から、助けを求めに来ていたのだと。警察の手が入り、すべては明るみに出た。あの屋敷は、幼い子供ばかりを働かせている売春施設だった。 男も女も関係ないただ子供ならいいという異常な小児性愛者の対象のしかも普段は屋敷の奥に子供たちを閉じ込めて利用価値がなくなると殺して地下に埋めていたのだ子供たちは主に生まれてすぐに集められある程度の年齢まで別の場所で育てられ屋敷に送り込まれていた どこかからさらわれてきたわけではなく、親に金で売られたそうだ。だから、戸籍もなく、国籍もない。屋敷からは8人の子供たちが生きて保護されたが、身元を特定するのは難しそうだった。もちろん、素人ができるような規模の犯罪ではない。背後には暴力団組織が関わっていた。 チンピラ風のあの男はつい最近店番を任されたばかりで殺害と遺体域にはまた別の人員が動いていたらしい異常な性癖の顧客のリストも合わせて詳しいことは今警察が捜査している最中なわけだが屋敷自体も初めから目的を持って防音設備まで整えて建てられていたそうだあの後 俺はすぐにあの住宅地を離れ大学でできた友達の家に少々強引に泊めてもらって残りの数日を過ごしたマスコミと野獣まであの界隈が大騒ぎになったせいもあるがとても住み続ける気にはなれなかった恐怖心はもうなかったがあまりにもいたたまれなかったたくさんの子供たちがひどい目に遭い ひっそりと短い人生を閉じていたことを思うと、まるで初めからこの世にいなかったかのように、殺されても探すものもなく。地下で発見された遺体は全部で16体あった。調べたところ、ほとんどが東洋人。おそらく日本人だという話だ。そのうちで白人は一人だけ。 検視の結果、亡くなったのはほんの数日前だったという。今でも俺は、ふと思うことがある。もし俺があと少し早くあの家に来ていれば、あの少年を生きて助けることもできただろうか、と。なぜ、俺にだけ少年の霊が見えたのかはわからない。助けを求められる人間が、 あの場に他にいなかったからなのか、はっきりとわかることは一つだけ。あの窓から見えた四角い屋根の向こうの青空は、とても眩しいものだった。